どう準備しないといけないのかというところをしっかり、自分で理解できて、それを取り組んできたというところが素晴らしいなと。オープン戦が始まり、いよいよ実戦初登板。この日は球数を抑えるため、三振でアウトを取るこれまでのスタイルから打たせて取る省エネピッチングをテーマに掲げて臨んだ試合。先発でも危なげない投球を披露しました。しかしオープン戦2度目の登板、その打たせて取るピッチングが裏目に。コーナーを狙いすぎて連打を浴びるなど、初回だけで35球を費やしました。それでもベンチで倉野コーチからゾーンでしっかりアタックしようとアドバイスをもらい、すぐにシフトチェンジ。2回からはストライクゾーンに強い球を投げ込み、三振を奪うなど安定感を取り戻しました。球数を少なくしたくてゴロを打たせるイメージだったけど、その気持ちが先走って球数が増えたんじゃないかな。初回の入り方が課題だね。これから試行錯誤しながら頑張るよ。この試合でモイネロ投手が目指すべきスタイルのヒントがあったと倉野コーチは言います。球数が多かった時のピッチングっていうのはすごくヒントになったんですよね。打たせて取るっていう気持ちは捨てずに、追い込んだらもう三振を狙うっていう投球スタイルになってほしいですし、モイネロ本人もそれは理解しているというふうに思います。真面目で野球にひたむきなモイネロ投手ですが、僕に密着するとやってきたのはスーパー。実は料理が得意なんです。これがいいです。買い出しが終わり、モイネロ投手の自宅へ。はい、こちらへどうぞ。あ、すいません。はい、こちらへどうぞ。すいません。エプロンをしてクッキングスタート。料理はずっとやってる。カラオケの
来てから料理を始めたんだ。キューバ料理を作れるように YouTube を見ながら勉強してるんだよ。料理をするモイネロ投手を見てスタッフがあることに気づきます。左利きじゃないので普段は左手を使わないんだ。できない、本当できない。自慢の大きなバーベキュースタンドで大きなお肉を焼いている間、ゲームを楽しみ、あたーい、歌を歌い、思い出す君のドルチェアルノガファンナ、お嫁できる。今日作った中で一番は豚のリブだね。アロスボロは家族でよく食べるキューバの伝統的な料理で、日本人にも合うようにテレキュー風にしてるよ。美味しい食事をいただきながら、お題はキューバにいる家族のことに。子供とは寝る前や学校に行く前に連絡をして、いつも元気をもらっているよ。家族が日本に来ているときは野球を見に来てくれるんだけど、娘は野球が大好きなんだ。いつもストライクを投げて三振を取りなさいって言われるんだよ。子供たちの存在がモイネロ投手のピッチングを支えているんですね。で、しっかり準備を重ね、課題に向き合い、好スタートを切ったモイネロ投手。先発は主役だと思うので、なるべく主役が長くチームのために投げることが大事だと思うよ。ローテーションの軸になるぐらいのつもりで、やってもらいたいし、まあ、そういう柱になるピッチャーが一人でも増えてほしいと思うので、モイネロにはかなりの期待をしています。先発ローテの柱となり、ホークスのエースとなる日もそう遠くないはず。モイネロ投手の活躍に注目です。ビンバもう元々大好きですけど余計好きになりましたね。もう天性の明るさっていうのがあるじゃないですか、うんね、みんなもう笑いますよね。器用なんですね。何でもできる、うん。そして先週土曜日に先発2試合目の登板となったモイネロ投手なんですけども、まあ、この日も安定感抜群でして6回を投げてノーヒットピッチング、はい、ただ味方も援護点を奪うことができなくて勝ち星はつかなかったんですが、はい、柴田さん、さすがなピッチングでしたよね。いや、本当倉野コーチが先発のピッチャーの条件としてストライクを取れる球種が3種類以上あることを挙げてたんですよね、はい、この、まあ、どの球種でも三振を取れるモイネロ投手は本当先発としての素質を十分持ってますし、コントロールも安定してますからね。本当モイネロは十分先発できますよね。はい、いけるでしょう。いけますよ。ベースタグって言ってもいいでしょう、うん、いいですね、はい。